今日はね、もう15分だけやります。今日の夜にあのフラッシュさんのやつの配信があるんですよ。だからそうなんです、それがありますので、そうもう残念ながら、残念ながら今日発売なんですよ。フラッシュさんはゆいゆいが表紙のやつは、まあ、今日で、私は裏を、初めての裏でしたね。嬉しい。そう、トムコン行かないの？なんて、いや行かないんじゃなくて行けないんですね、もう私は。いやめっちゃね、出れないから行きたかったんですけど、トモさんのコンサート、残念ながら私配信があるんですよ配信してるんですよ。だから本当はね、 なかったら見に行きたいなって思ってたんですけど、まあ残念ながらね、あの無理なんで、かぶったんでちょっと行けなくなっちゃったんですけど、そう行きたかったですね。こればっかりはね、ちょっとタイミングっていうのもありますんで、仕方ないっすねっていう感じです。はい、明日はね、あれです、ドットイエールがあるので、ドットイエールが明日、うん、そうそう、夜かな、あるので、昼からもう私は昼前かだからには出勤してて、カフェ、ああ、出勤してもうまた当分仕事ですね。あ、でも明後日が唯一休みかも。明後日で唯一休みで、またそっからずっと6まで仕事かな。6に雫公演が久しぶりにあるので、雫終わったらトリマ終わりかな、仕事は。うん、次の日のチームフォー出ないですね。だってドットイエール出るんで出ないです。そうですね、時間はかぶってるんでね。そうなんですよ、1日の出ません。残念ながら、あ、昨日出た日、これ大変、昨日出たんで、
つもと少しメイク違う。だって、え、全然一緒なんだけど、何が違うんだ。全然一緒だけどな。なんだろう、でもマスカラの色が若干薄いかも、いつもよりって感じ。あとは多分口の色がシンプルに薄いだけやと思う。そうかな、多分口の色が薄いから薄く見えるだけだと思う。うん、まつげもちょっと薄いんだけど、いつもより色は若干。でもまあそんなわかんないっしょ、多分まつげに関したら。うん、いつもよりキャピキャピ感ある。それ多分ただ単に服装の問題じゃない？キャピキャピ感あるかどうかは多分あのシンプルに服装の問題やと思うな。うん。今日はなんかあったかいっぽいんで。そう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 、多分そうだと思うんですけど、どうなんですかね。涙袋濃く見える。あ、本当？え、嬉しいんだけど。あ、マジ？イエーイ。赤系のメイク、いや赤よりピンク系が好きですけどね。赤っぽいピンクっぽい色が好きかな、最近は。よく昔はずっとピンクやったけど、今使ってるアイシャドウはまあ赤に近いっちゃ近いかも。うん、そうですね、ピンクっぽいのが。ブラウンはね、うん、なんかね、塗ると最初はいいんだけど、だんだん時が経つにつれてあんまりね、ちょっとくすんでるように見えるんですよ、目元が。だからブラウンあんま似合わなくて、ピンクブラウンとかならよくします。でもブラウンはあんま似合わない、くすんで見えちゃくて。ピンのキャラクター、これはコギミュンです。コギミュン、うん、コギミュンですね。かわいいよね、小麦粉の妖精。うん、ね、でもなんだっけ、おにぎりになりたいんだって。そうっていう妖精ではなれないんだけど、おにぎりになりたいっていう夢を持っている妖精。そう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 、ね、かわいいよね、なんかね、ちっちゃいんだよね、めっちゃかわいい、それがかわいい。マジで眠たい、あくび止まらん。チャーちゃん、ゆなちゃん、認知欲しいという夢を見て。ええー、わかるよ、わかるよ。何、私は何になりたいのって。いや、私何になりたいんですかね、なんかちょっとわかんないです。何になりたいんですかね。
何になりたいのかを探しているところですかね。私は何になりたいんでしょうとか、ね、今模索中です。なんか昔はもっとあったんですけどね、漠然としてこうなりたいとかあったんですけど、ちょっと今は模索してますね。私って何が自分に向いているのか、何が得意なのかがわからないから、何がいいんだろうっていうところかな。そうそうそう、違反司会申し込みしてましたって、ありがとうございます。遠い夢だったものがリアルになってきたから、いや逆ですね、現実を知ったって感じですかね、どっちかっていうと。大人になったなっていうことですね。もともとアイドルになるのは夢でした。なりたかったですね、一つのものでしたね。そうなんですよ、だからまあその AKB を卒業した後の夢が今は模索中っていう感じですね。 AKB を辞めた後に何になりたいのか、何が得意で向いているのか、ちょっと模索してるっていう感じです。そうですね、AKB になってなかったら、でも私はシンプルにちっちゃい頃からテレビの中の人になりたかったんですよ。そう、テレビの中の人に、テレビの中に入ってみたかっただったんですよ。だからまあ芸能を目指して頑張ってはいるんじゃないかな、もしアイドルやってなかったとしても事務所頑張ってオーディション受けてとか、そう、ね、よし、じゃあ15分経ったんで終了にしよう。
13位土井さん、12位ナッティさん、11位ワッフルさん、10位ハゲハゲさん、9位近いしーさん、8位ササさん、7位しんのさん、6位秋彦さん、5位つーちゃん。だいぶ遅くなったけど舞台お疲れ様でした、ありがとうございます。4位雲は吉中さん、3位マニョンさん、2位春太郎さん、そして今日の第1位はヨッピーさんです。私はこの後配信の方でね、あのフラッシュさんの今日発売のフラッシュさんの方のやつあるんで、ぜひね、よかったプラチナフラッシュさんとフラッシュさんに出させていただいたので、よければ2つとも皆さん、あーマジ興味深いチェックしていただけたら嬉しいなというふうに思っておりますので、後々の配信でお会いしましょう。じゃあバイバイ。